やばい、親父だ。あれは兄さん。アスベル、どうするの。見つかっちゃったわよ。こうなったら仕方ない。覚悟を決めるか。アスベル、お前たちどうしてオートに。ラント卿、それでは私は船に戻って準備を進めております。は、よろしく頼みます、オズウェル殿。それではな、ヒューバート君、楽しみにしているぞ。はい。アスベル、なぜお前がここにいるのだ。それに殿下まで。これはどういうことだ。それは。ああいい、せっかく来たのだ。今日だけは特別に許してやろう。王子殿下、愚息がご迷惑をおかけしています。父さん。私は先に宿屋へ戻っている。殿下とのお話が終わったらお前たちも来い。私があんな物分かりのいいこと言うなんて。なんかあったのか。まあいいか、これで堂々とできるってもんだし。よし、思いっきり遊ぶぞ。ねえ、さっきから変よ、ヒューバート。もしかして私たちだけで遊んできたこと怒ってる。別にわざとのけものにしたんじゃないぜ。これは成り行きで。みんな僕のためにしてくれたことなんだ。それでも真っ先に君を誘うべきだったね。ごめんよ、ヒューバート。王子だってバレないか、そればっか気にしてたからな。リチャードが兄貴で、俺たちがその兄弟でってことにしたんだけど。僕は。僕は兄さんの弟。何言ってんだよ、当たり前だろ。そうだよね。変なの。一体どうしたってんだ。アスベルの兄弟は自分だけって言いたいのかな。私たちに取られたみたいで寂しいのかも。おいおい、なんだよ、照れるじゃんか。よし、わかった。じゃあお前も連れてもう一度どこか見物に行こう。そういうことなら城を案内しようか。本当に？夜なら案内できるかも。それでもよければ。正面からは無理だけど隠し通路を使えば入れるよ。隠し通路？昔の文献に書かれているのを見て数日前に通ってみたんだ。城の中から町にある聖堂まで今でも行き来が可能だったよ。じゃあそこを通って。うん、夜に聖堂の前で待ち合わせよう。迎えに行くから。分かった、絶対行く。それじゃあ僕は一旦戻るよ。夜にまた会おう。ああ、またな。すごい、すごいぞ。本物の探検みたいだ。さすがリチャード。夜が来るのが待ちきれないなあ、ヒューバートもそうだろ。うん。よし、宿屋へ戻って夜になるのを待とう。はあ、楽しみだな。
みんな揃ったか？よし、それじゃ聖堂へ行こう。リチャードが待ってるといいけどな。
ここが聖堂か？そうみたいね。リチャードはまだ来てないみたいだな。ここで待ってよ。リチャードのやつ遅いな。ねえ、もう諦めて帰った方がいいんじゃない？きっとリチャードは都合が悪くなったんだと思うわ。リチャードが約束を破るもんか。絶対来るって。アスベル、まだ待つの？もう時間も遅いわ。宿に帰った方が。おかしいな。来ないはずがないんだけどな。おい、みんな来てみろよ。こんなところに穴が開いてる。本当だ。よし、ちょっと中に入ってみよう。何何？生前行った罪を死後の世界で許すために身を清めてくれる水なんだってさ。アスベル、自分が何言ってるのか分かってるの？全然分かんない。シェリアは分かるのか？私も全然分からない。生きている時に悪いことをした人でも死ぬ時は許してあげますよって意味だよ、兄さん。さすがヒューバート。兄さんもそれくらいは勉強しておいた方がいいよ。いつでも教えてあげられるわけじゃないんだからね。どうしたんだあいつ。もう。あれ、ヒューバート、何の話だっけ？知らないよ。なんだよ、ふてくされるなよ。ここ、もしかして隠し通路の入り口じゃないか？よし、みんなここに入ってみよう。ダメよ、そんなの。暗いし危ないわ。僕もやめた方がいいと思う。行き違いになったら大変だよ。リチャードはきっとここを通ってくるはずだ。だから途中で会えるさ。どうせならこっちから行ってびっくりさせてやろう。さあ、出発するぞ。Thank you.